ち毎日僕ら鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよ。ある朝僕は店のおじさんと喧嘩して海に逃げ込んだのさ。初めて泳いだ海の底、とっても気持ちがいいもんだ。お腹のあんこが重いけど、海は広いぜ、心が弾む。桃色サンゴが手を振って僕の泳ぎを眺めていたよ。あー全然ダメや、これじゃあ拉致があかんな、どうしよう。あ、そうだ、いいこと思いついた。あそこに行けばいいんだ。やっと着いたぞ。超えてやる。スーパーサイヤ人をさらに超えてやるぞ。ある朝僕は店のおじさんと喧嘩して海に逃げ込んだのさ。初めて泳いだ海の底、とっても気桃色サンゴが手を振って僕の泳ぎ眺めていったよ。俺はスーパーアカヘルだ。毎日毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよ。ある朝僕は店のおじさんと喧嘩して海に逃げ込んだのさ。初めて泳いだ海の底、とっても気持ちがいいもんだ。お腹のあんこが重いけど、海は広いぜ、心が弾む。桃色サンゴが手を振って僕の泳ぎを眺めていたよ。生身だぶつ。こんなことが。まさか。まさか完全体の私が。チキシャー！はっ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 は